京都千龍寺の雲竜院ここでは和風建築とお庭の素晴らしい調和を感じることができます外の風景が切り取られそれぞれが違う絵のように見える窓や丸い形をした窓もありますここは明るい部屋場所によって雰囲気が全く異なりますねこの部屋では お茶をいただきながらお庭を眺めることができますさあ早速お茶とお菓子をいただきましょうああ幸せです窓の方を見てください光の陰影が美しいです窓の外の音も聞こえてきます縁側からお庭を見渡すと 手前から奥へと広がるこの庭の奥行きを感じることができます季節によって色々な景色が楽しめそうですね緑色に染まった外の風景と自然の音それらを見ていると心がとても和みます